おはようございます。釣り子 TV です。中古釣り具屋さんを巡っていたらですね、久しぶりになかなかレアな、ルアーに出会うことができました。これ皆さんご存知ですか？これね、メガバスの、これはね、結構初期のモデルじゃないかなっていうことで、この、今のメガバスとね、だいぶ雰囲気が違って見えますけども、なんだろう、アルミフィニッシュで、で、まあ、プラスチック製でっていう感じで、ロングビルミノーのね、なかなかもう最初期の頃にね、出たモデルじゃないかなっていうことで、これ貴重な一つなんでね、買ってきてみましたけども、なんとね、価格が、1600円っていうことでね、結構ね、これはデッドストックもんじゃないかなっていうことで、今回はですね、神田にあるですね、中古釣り具の名店、ギルに行ってね、ギルのね、あのレジ横にね、ちょっとそういうオールドチックなルアーとかが置いてあるよっていうところがあるんですけども、そこで見つけちゃったんですよね。まだね、結構ね、数はあって、だいたい1個ね、1600円ぐらいで売ってたんで、こういうの好きだよって方はぜひね、神田のギルに行ってみたら、まだね、結構カラーとかもね、追い川みたいな色とかね、いろんな色残ってたんでいいんじゃないかなっていうことで、で、まあこれなんですけども、これが出て、でその後にあのね、ちょっとリアルフィニッシュなライブ X リバイアさんとかね、リバイアさんのリベンジだっけな、まあそんなやつとか、まあ今のメガバスに続いていくんですけども、初期の頃のメガバスっていうのはね、こういう感じだったんですよね。あの何個かね、これ持ってるんですけども、あれ中古で買えるんだったら、追加で持っときたいなと思ってね。はい、こういう感じで、これね、買ってね、まあせっかく飾っておくのもなんだからね、ちょっと今年は春先のね、こういう細身のミノーとかが効くタイミングで使ってみようかななんていうふうに思うんですけども、目なんかもね、メガバスなんだけど、こういうシールアイね、今だともう本当リアルな立体感のあるね、目になってきますけども、昔のねメガバスってね、こういうねシールの目の頃ってあったんですよね。これとね、ドック X の、シール目のやつとかを持ってるんですけども、まあまあまあ、今回はねサクッとした動画なんですけども、こんな感じで、古いね、メガバスのルアー見つけたから買ってきたよっていう、あ、こういう感じでね、非常に小気味にラトル音がするなっていうところなんかもね、気になりますね。こういう感じのやつだとね、今はもう中とか非常に静かで、こう静かにヌルヌルヌルっていう風に動いて、それでまあ止めて食わせるっていう印象があるんですけども、こういう感じのロングビルミノーでね、ラトル音があるっていうのはどんな感じか、まあ、ここら辺もね、まあ、せっかく1個手に入れたんで、2021のね春先なんかに改め持って使ってみてね、こんな感じでしたよなんてね、お伝えできたらいいなーなんて思います。春一番もね早めに吹いて、今年は何やら、今日なんかも外はねすんごいあったかいんですけども、結構早めに、なんだろう、本格的なシーズンインしちゃうんじゃないかな、なんていう印象もありますが、皆様、どうでしょうか？はい。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、なかなかね、古いね、メガバスの、これを中古で買ってくることができたよって、こういった動画でした。はい。釣り子 TV でした。また会おうぜ。